どうもで大学の考えでちょっと他の学会の委員会でどうして抜けなくてすいません遅れてしまいましてでまあなんとか間に合ったんですけれどもで私としては何かプログラムだったの経済学の方からということだったのでそういう視点からちょっと本当にこう簡単にですねまあ非常にいろんなことを学ばせていただいているのはまず、素直な感覚なんですがでそういう意味で言うと私にとってはまあ虚勢オツというような感が非常に強いわけですね。でちょっと学問的にといいますかどんなことを学んだかということをですねちょっと真面目に言いたいと思っておりましてで結局今も最後のお話を伺ってたら非常に共感をしてたんですが、宇田さんはマルクスに対する物の三段階分による、定義を受け止めてですね学びながら、世界資本主義論として、実に重要な理論体系を提起したとそういった点が、私としてはですね宇田先生に学びながら研究してきたという立場から言うと、最大のポイントかなというふうに思っておりまして、で、実にいろんなことを学んだなという気がいたしております。本当はちゃんと全然総括するために不真面目に、目についたことを見ては自分で考えるという、私もどちらかというと自分で勝手に考えるという話スタイルでやってきているものですが、ただ積極的にもそれから潜在的にもですね実にいろんなことを学んだなという気がいたしております。で最大の点としてはですね私が やはり一番重要だなと思っているのは宇田先生のその方法の基本ですね。これは現実世界の中からその資本主義のロジックを見出してですね理論化するというその方法ですね。これは一番重要であろうと。でしかも私もできる限りそれに学ぼうとしてきたというふうに思っております。で直接的にはですね資本主義の自律性という概念が非常に重要かなと思って資本の自律性と言ってもいいんですけども、で、実にその多様なですね、で複雑なその非資本主義的な現実の諸要素に対してですねその商品経済の形態的ロジックというちょっと難しい点はそういうことだと思うんですけど、その内面化論ですね。そしてさらにそれを内的に模写して、資本主義の原理論体系を作るという、そこが基本的にエッセンスで、しかしここで強調したい、やはり現実に即しているということですね。そこからこう理論を組み立てるという、そういう意味で実は空中戦をしてるんじゃないんだということが非常にあります。で、でさらにですねそこからさもう一つはもう途中すっ飛ばしていっちゃいますと共同体論ですね。これにこうずっと入っていかれるということなんですが、これは結局資本主義に対するオールタナティブ社会の今革命家だっていうお話ありますけど、やっぱりそれに沿った方向でいきますと、共同体論ですね。これは非常に重要な点だと。ということで結局これ何を言ってるかと言いますとですね、私の受け止め方ですとその資本主義社会の最も基本的な対抗関係とは何かということなんです。これは市場対国家ではないんだという点だというふうに見ておりまして、まさに市場対コミュニティの原理といいますか、これの対抗関係が資本主義のいわば基本矛盾といったらいいか基本的なダイナミズムの同意になっているんだということだったんだろうと思うんですね。で、現在まさに市場の危機といいますか、消費主義の危機が第1幕第2幕、ね、アメリカから始まったグローバル危機、さらに、第2幕でヨーロッパの問題点に出てきておりますけれども、この前に市場の危機に対するその国家機能を持ち出して、まさにこれが権威主義であるということになるわけですけれども、それは真の解決にならんのだということを意味してるんだと思うこの視点はですね。でましてといいますか、資本主義社会に対するオールタナティブ社会はその近代国民国家の権力奪取によるその中央司令型の社会主義計画経済では与えられないんだという、この点
すなわちまだこの点にその反スターリニズムという崩壊してしまいましたけど、ソ連型というのが大丈夫で、ね、反スターリニズム、これにまあつながっているというふうに見ている。でこうした方向というのはですね、その現代 の, グローバル少子化という問題に置き直してみますとですね、まあそのいわばそれがまあ少子化の新たな展開のダイナミズムだというふうに見られるわけで、それを解明していく、そしてそこからこのオルタナティブを見出していくという視点から言うと、実はこの市場対コミュニティの対抗関係を本質と見るというところは大変まあ重要な点だろうというふうに見られるんですね。で結局世界資本主義とですね共同体というフレームワークというのは資本主義そのものの持つ、まあ根本的なその対抗関係を示していると。で実は労働力の商品化というのが小野さんのまあ商品化の無理というんですかね、これが一番基本だっていうか波アンダルトだと言われたわけですけども、よく突っ込んでいくとこれ単純にですね労働力商品が再生産できないんでしょうか、そういう問題じゃなくて、やっぱりその労働力商品化に集約されているのはこの資本の論理体コミュニティといったらいいか、つまり実体的な人間の組織の問題じゃないかという話だというふうに見ることができるわけですね。でそれをですから現代のグローバル資本主義に当てはめますと、一方でそのむき出しの資本の基本ロジックですね、これはもともとグローバルな問題というのはまさに世界資本主義の主張でもあるわけですけれども、それから小野さんもちろんそうなわけで、要するにまあ常識みたいなもんですけれども、それによるですね企業金融情報のグローバル化とですね、政府機能の新自由主義的転換をまあ主要経路とするグローバル主義の展開がですね、要するに既存の社会経済政治の制度構造文化構造にその解体と変容の圧力を加えていくというのが一方で協力に進んできている。でそしてそのインパクトに対してですねコミュニティレベルの基本ロジック、つまりコミュニズムというよりは私は強いてコミュニズムと言いたいんですけども、そのでまあ、日本の文脈で言いますとですね、アザ、オアザという言い方をするんですけども、そちらにまあ言い換えていいわけですけども、つまり、そこからのその反発、抵抗、それから対抗運動ですね。で、すなわちキャピタルイズム対そのコミュンイズムの対抗関係というのは、基本的にまあ最も根本にあるんだと。そういった点を、わかりました、わかりました、あとちょっとです、はい、すみません、ちょっと準備してきちゃったもんですからもうちょっとです、あと 3,4 秒ですけど、それがですね岩田先生のその世界資本主義論のことで根本認識なんだ。で、まあ、その意味で言いますと純か不純か論っていう、まあ、問題は実は超えている、超越してるんじゃないかということ でこういったその対抗関係が新たな制度形成、システム形成になっている。で、それが特定の時期に特定の行動を取るということで、で、正直的にその再現されれば、それが新しい、段階で発展につながるというふうに、まあ、見ていることができるわけですね。で、そこにはその特定の発展段階というの資本主義ロジックが、まあ、基本として作用するんだと。で、それを軸に特定の時期の特定の政治国家、社会経済的な諸問題をまあ解明して、それを通じて現実的、具体的なですね、オールタナティブへの戦略が構築できると。まあ、このように捉えられるのではなかろうかですね。まあ、そういう意味では、この段階論がそうだったかどうか別として、まあ、単純な米系論を超えたような資本主義の段階論、オールタナティブへのまあ戦略的な方法になっていない。というあたりをまあ非常に高く評価して学ぼうと思っています。で、結局岩先生はそのオルタナティブの探究にまあ情熱を傾けられたというのもね、まさに革命家ということだと思うんですけれども、で、こういった段階論の具体的構成は、まあ
具体化をされなかったのかなというふうに思いますけれども、常にその現世実世界の中に内的なロジックを探るという方法がですね、最も基本にあって、今やですね、グローバリゼーション危機と、それから大震災原発危機というですね、二重の危機に、まあ、直面している、そして近代資本主義化のプロセス全体がその丸ごと問題となっている日本国会に対してですね、まあ、真の解決を目指すオールタナティブを明らかにするにはですね、福田先生の、まあ、こういった、まあ、方法をですね、高く評価して、その方向で進めたい、そういうふうに私自身は考えております。ご冥福をお祈りして。